984型レーダーは、イギリスで開発された3次元レーダー。電磁レンズによるビーム操作という非常に野心的な設計を採用しており、アメリカの案、SPS- にと秘せられる。本機は、広角測定を含めた戦闘機の完成を目的として開発された。1950年代当時、艦隊で標準的であった960型レーダーの方が、 本機よりも探知距離では優れていたものの電子防護能力で劣る上にこちらは広角測定能力は備えていなかった。開発は1940年代末より海軍の研究機関であるアドマールティサーフェイスウェポンズエスタブリッシュメントで開始され1950年にマルコー2社に移管された不要格方向の操作は ペンシルビームを試行することによる電子操作としており、方位各方向の操作は電子操作とともにアンテナの旋回による機械式を併用している。ビーム操作は電磁レンズによって行っており、レーダー送信機の前方にレンズ配列を置いたことから、サーチライトに似た非常に独特な外見のアンテナとなった。レーダー送信機としては、 送信戦闘電力3メガワットのマグネトロンを3個使用している。アンテナには5つのスキャナが備えられており、ビーム幅1.7度のペンシルビーム5本を同時に生成することができる。これらのペンシルビームは5度ずつのセクター操作を毎秒16回行っている。本機は1958年に空母ビクトリアスに搭載されて運用を開始した。 従来使用されてきた960型、982型、983型を統合して代替できる戦闘機関製レーダーとして非常に好評であったが独特の設計のためにシステムは大重量、複雑化したことから同艦の他には空母、ハーミーズ及びイーグルに搭載されたのみとなった。ありがとうございます。